続行不可能、試合終了。行った、勝った、やったー。まさか。まだ信じられないや、早見さんに勝ったなんて。ついにたどり着いたんだ、東日本新人王戦の決勝に。一歩へ、仕事に行ってきます。朝食は適当に済ませてください。今日は会長さんに言われた通り、ゆっくり体を休めろか。そういえばここんとこずっと休んでなかったな。こうして見ると体中結構痛いや。これがダメージの蓄積ってやつなんだろうな。みんなの言葉に甘えて今日はゆっくりしよう。でも僕なんかがよく。大妻さん、小橋さん、早見さんも。なあ、今日は何も考えずに休むんだよ、もう。としてると全然落ち着かないや。軽く流すぐらいだったらいいよね。こら、世界を狙う男がこの船でへばって。少しは休ませ、いい加減に死ねと死んじまうぞ。おじゃくな、あのバカモンが休んでおると言ったのに。ほらジジイ、グズグズせんじゃねえ、早く来いや。なんじゃいきなり今まで散々泣きをと言っとったやつが。うるせえ。結局いつもと同じ労働ワークをしてしまった。習慣って怖いな。でもとりあえず落ち着いたぞ。ボクシングのことは忘れて別のことを考えよう。いないよね。見られたら大変だからな。いらっしゃいませ。いつ見ても可愛いな。こっち見てる。まだ見てる。なんだろう。もう決まってしまった。どうしよう、レジに行かなきゃ買えないよ。
応ボクシングやってるものですから。はい。あ、やっぱり。え、そうじゃないかなと思ってたんです。よく顔に絆創膏してるし。あ、そうですか。楽しいですか。え、ボクシングって楽しいのかなって。え、いや、まあ、その、痛かったりするけど、やっぱり楽しいです。はい。そうですよね。楽しいからやってるんですよね。大変でしょうけど、頑張ってくださいね。はい。頑張ってくださいねか。かわいいな、あの子。多分、宮田くんのファンなんだろうけど。あれ？でもそういや、この間の試合宮田くんが勝ったのに嬉しそうじゃなかったな。ファンじゃないのか。ってことは僕にもチャンスがあるわけだ。もしかするとあの子が見に来てくれて、恥ずかしくない試合にしなくちゃ。恥ずかしくない試合か。約束の決勝まで先に来ちゃったけど、宮田君をがっかりさせるような結果は出さないようにしよう。俺はジムに寄ってるが、お前はどうする？失礼。遅れてすいません。おい、あ、こりゃ。おい、マシュバ。おい、125ポンド、宮田一郎、計量 OK です。 125.5 ポンド、真柴亮、同じく OK です。じゃ、先に帰るぜ、父さん。うん、待て、一言挨拶ぐらいしておけ。礼儀を忘れるな。ああ親子お揃いで、微笑ましいね。負けてもパパに慰めてもらうか。チャンピオンになり損ねた二流ボクサーによ。おお、これは。焦るなよ、決着は明日つく。おお、大盛況だな。どう、今の気分は？ええ、自分の試合みたいにドキドキしてます。宮田も真柴も計量の時から気合十分だったぜ。そうですか。あ、あの子、やっぱり宮田くんのファンなんだ。一方、早く来いや。あ、はい。ゴリは？はい、大丈夫です。体が冷えてるぞ。ウォームアップはどうした？ああ、マシバは強敵だからな、プレッシャーも感じるだろうが。まあね、プレッシャーはいつもの倍は感じてるよ。でもマシバからじゃない。ん？あいつのことを考えていたんだ。俺の方から一方的に押し付けた約束をあいつは見事に果たしてみせた。大したやつだぜ。まったく、今度は俺がそれに応えなきゃ。やるじゃねえか。あいつのことは気にするな。おう、これから試合だったのに突っ立ったままで。なんか陰気くせやろうだよな。おっと、時間だぞ。どうした、いつになくナーバスだな。ふん、少々考え込んでたもんでね。どう料理すや一番美味しく食えるかってね。さあ、いよいよ東日本新人王フェザー級の準決勝が始まります。赤コーナー、125番の川原所属、宮田一郎。青コーナー、125番の2分の1、東方所属、
よいよですね。少しは落ち着けよ。ほら、会場もゴング待ちで静まり返ってんだぞ。本当だ。一級のソリッドパンチャー同士の対決だからな。ソリッドパンチャー？君みたいに重いパンチで相手をなぎ倒すタイプをハードパンチャー、タイミングで相手をスパッと切るように倒すタイプをソリッドパンチャーというんだ。へえ。宮田も真柴もまさに一瞬で相手を切るボクサーだからね。みんなその瞬間を見逃さないようにしっかり身構えているのさ。一瞬か。君らはどう見るね、この対決を。それは宮田君に勝ってもらいたい。いや、勝つと思います。俺も宮田を押すぜ。スピード、テクニック、全ての面でわずかながら上を行ってっからな。だが楽観はできねえ。真柴には身長があるからな。あのリーチから繰り出されるフリッカーにどう対処するか。宮田172に対して真柴は177、さらにリーチは身長より10センチも長い。そんなに差が。このハンデを宮田のスピードがどこまで克服できるか。そそられるぜ、この対決はよ。宮田君。さあ、両者様子を伺います。リズムを取る細かいフェイントの掛け合いだ。先に仕掛けるのはどっちだ。少しずつ前が詰まっていく。切り合うみたいだ。宮田の右が真柴の方をかすった。しかしダメージはありません。やろう。紙一重なところで宮田が上か。スピードにも磨きがかかってやがる。ありゃよっぽどのことがない限り捕まらねえぜ。フットワークも華麗ですけど、真柴さんのあの速いスイングにあんなに冷静に対処できるなんて。確かにあのクレバーさは宮田の強さの一つだろうが、カウンター狙いのところといい集中力が半端じゃねえぜ。迂闊に手を出しゃそれに合わせて正確なパンチが飛んでくる。さすがの真柴さんも攻め手がないですね。だが野郎の性格から言って相手の出方を伺うとは思えねえ。ヒットマンスタイル。そう来なくちゃ面白くない。あの動きに相手は幻惑される。そしてそこからフリッカー。うまい。スウェーデン受けて。真柴のジャブがクリーンヒット。あそこから伸びるのか。あんなに離れて。早いし伸びもあるもんで戸惑ってやがるな。今度は宮田が八方塞がりだぜ。そんなに離れちゃボクシングにならねえぜ。来いよ。多少驚いたが、連発したのはまずかったな。射程距離もアングルもほぼ読めたぜ。ヒットマンスタイルになりやがった。しかも右が前、サウスポーだ。舐めやがって。ショルターブロック。遅いぜ。マシはダウン。
おお、カウンター、ボンツロ強い。ニュートラルコーナーへ。すげえカウンターが入ったぜ。俺見えなかった。なんだ今のは。ワン、ツー。おいおい、いきなり決まっちまったか。驚いたな。宮田のヒットマンスタイルはショルダーブロックのためか。しかもカウンターを決めるところまで計算してやがる。マシバ手が長い分懐が甘いからな。しかしなかなか実行できることじゃねえ。あの速いフリッカーをブロックしてんだ。波の動体視力じゃねえって証拠だ。すごいよ、反射神経といい目の良さといい、ボクシングのレベルが違いすぎる。立てよ、こんなところで這いつくばってる場合じゃねえだろ。シックス、セブン、やれるか。当たり前だろうが。よし、ボックス、とどめか。ああ、無情にも第一ラウンド終了のゴングだ。いいところでゴングかよ。息の詰まる1ラウンドでした。あっという間に3分過ぎちゃいましたよ。しかし惜しかったな。ああ、でも相当ダメージが残っているはずさ。次のラウンドで倒しに行くよ。気をつけろ、焦って飛び込むとまた何があるかわからんぞ。奴も死に物狂いで来るだろうからな。オッケー。クソが。よく立った。いいか、2ラウンド目は足を使うんだ。奴はタイミングの天才だ。打ち合えば必ずカウンターが飛んでくる。ダメージが抜けるまで距離を取るんだ。おい、聞いてるのか。今までお前に任せてきたが、宮田は一人で勝てる相手じゃないぞ。さあ、第2ラウンドが始まります。注目のラウンドだね。当然宮田は倒しに来るだろうからな。マシバがどうしのぶか。マシバ飛び出した。何、うわあ、なんて血の強いやつだ。しのぎに回るところがいきなり襲いかかりやがった。一応回り込め、コーナーを押しちゃいかん。ああ、打ち合う気だぜ。ダメージ抱えてるやつに打ち負けられるかよ。ここで引いちゃあいつに笑われる。パワーじゃマシバが上か。宮田が打ち勝った。どうしたマシバ。バカ野郎、足を使え。意表をついた策が通用するほど甘い相手じゃない。宮田はパワーもつけやがったな。はい、それに上下の内訳がすごいです。宮田君はインファイトのコンビネーションまでものにして。その通りだ。あれほどスムーズに出るとは相当練習積んだんだろうね。誰かさんとやるためによ。え、ありがたく思うんだね。複雑な心境ですけど。いけみろな、食べるぞ。くそが、てめえみたいなボンボンに負けてたまるか。しっ、うん、まだ力を残してるのか。だが決めさせてもらうぜ。俺は先に進まなきゃいけないんだな。宮田のラッシュ、マシバのガードが少しずつ緩んでいる。あいつが、あいつが上で、マシバよろけた。待ってるんだ。すごい、終わった。決まりだね。聞いちゃいねえよ、そんなパンチ。甘いぜ、そんな大振りもらうものか。クソ野郎、負けるわけにはいかねえ。相手は誰だろうと負けるわけにはいかねえんだよ。カウンターチャンス。にもらったぞ。宮田か。にしろ。マシバのラッシュ。宮田逃げられません。めった打ちだ。なんだ。マシ
だ、マシバ！マシバ！マシバ！ニュートラルコーナーへ戻って！ワン！強烈！マシバの連打が宮田を捉えた！勝てるか、宮田！ハングリー、喉の渇ききった人間ががむしゃらに水を求めるように勝利を望む心、いくら撃たれようと倒れることを拒否する精神、その背にはいつも勝たなければならない訳が背負われている。だから立ち上がる、だから立ち向かう、それはすでに肉体を超えた心の戦いなんだ。次回、約束の場所へ。